はい、皆さんこんばんは、しょうさんです。前回の動画からかなり時間が空いてしまって、本当申し訳ないです。それでもね、チャンネル登録残していてくれた方、本当ありがとうございます。ちょっと久々の動画投稿ですけども、やっていきたいと思います。はい、結構ね、ちょっと仕事と育児で全く時間が取れなくてっていうのは、まあ言い訳ですけども、ちょっとね、久々に投稿していきたいと思います。で、今日はですね、今使っている革小物たちの、エイジングの経過報告をしていきたいと思います。はい、最近ちょっと、元さんの革小物にはまっておりまして、ちょっと想定が中心にはなってしまいますけど、はい、報告していきたいと思います。まず1点目がこちら、今使っているのが長財布です。結構ね、コンパクト財布で、尻ポケに入れてガシガシ使ってたんですけど、ちょっと最近やっぱスーツ着る機会が多くて、スーツのポケットに入れてると結構スーツがね、型崩れするっていうところで、最近長財布にちょっと戻りました。で、その長財布の中で今使っているのが、こちらの元さんのマットコード版の、パッチワークの L 字のロングウォレットを使ってます。使って多分半年ぐらいになるかなってところですね。で、どんなお財布かっていうと、こういう感じでですね、一個一個モドさん得意のマットのコード版を、パッチワークにして作ってある L 字のお財布ですね。で、一箇所一箇所ですね、微妙にこう質感というかが結構違ってて、この辺とかかなりツルツルしてるんですけど、これにちょっと毛穴が目立つというかね、っていうところで、結構部位によっても表情が異なってて、そこも結構気に入ってるポイントになってます。で、これ色はですね、もともとがライトブラウンだったんですけど、私がネイビーが好きなので、ちょっとね、ネイビーに上から染めてもらいました。はい、なので、ね、この辺は結構ネイビーっぽさが出てるんですけど、この辺とかね、ちょっと染まりきらなかったのか、いやでもね、多分最初の方は、もらってすぐはネイビーになってたので、ちょっとこう上の塗料が取れてきたのかな。で、ちょっと茶色が出てきてるところもちらほらある感じですかね。こことか特にそうですね。そう、綺麗ですよね。で、今こちら多分販売はされてなくってあれなんですけど、中はこんな感じですね。ここにカードケースが、カード入れが2箇所と、こっち側もカード入れが2箇所あって、で、小銭ですね。はい。お札はこっち側か、こっち側か。今、ガバッと入れる感じのスタイルと。よいしょ。いい感じですね。はい。で、次がこちら。ピントがあった。こちらもね、元さんのクリスマスイベントで、こちらはおととし、2021年の、クリスマスのイベントで購入した、キーケースですね。はい。で、アッパーがですね、こっちが、ブライドルのクロコダイル、いい艶をしていますよね。で、ブライドルなので、この鱗の隙間のところ、まだちょっとブルームが残っててですね、そこの濃淡が結構気に入ってるんですよね。はい。で、こちらはブライドルレザーですね。
いい感じですね。よいい感じですね。まあ中は、牛革、ヌメ革かな。で、カードを2枚ぐらいここに入れてます。とまあそんな感じですね。はい。よかった。はい、ちょっと短い動画にはなりますが、そんな感じのゆるい動画になりますが、見ていただいてありがとうございました。コード版がちょっとね、これをちょっと紹介したくてすいませんね。勝手なわがままな動画ですけど、これを紹介したいがために、はい、今日はちょっとアップしました。ちょっとまた不定期にはなりますが、少しずつ動画をまた上げれるように頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。翔さんでした。